どうも、マキリナでございます。前回の動画のね、イメージセンサーの清掃をね、行いました動画で、コメントをたくさんいただきまして、ありがとうございます。まあ、ほとんどはね、エタノールつけすぎっていうね、コメントだったんですよ。やっぱりエタノールをね、つけすぎてたみたいなんで、次回からね、気をつけたいと思います。つけすぎてると思ってなかったんですけどね、やっぱりつけすぎてたんかな？うん、みたいですね。はい。ちょっと気をつけたいと思います。皆さん、ありがとうございました。で、今日はですね、7100をマニュアル専用機にね、また変身していくために、アイテムをね、継ぎ足していって、カスタマイズしております。で、その中で、前回お話したね、フォーカシングスクリーンっていうのをですね、もう持っておりますので、まあ、動画撮るのをね、待ってる状態でございます。で、その前にですね、ちょっと商品が1個届きました。で、これがやっぱりね、どうしても必要なんで買いました。こちらでございます。と。商品名がね、ズームビューファインダーっていう商品でございます。で、これは何かというとですね、マグニファイヤーなんですよね。で、マグニファイヤーっていうのは、ファインダーの倍率をね、まあ、上げるということなんですよ。で、私、マニュアルフォーカスで、基本的には撮影してますので、フォーカシングスクリーンでね、ピントを見やすくした上で、こいつでピントを追い込んでいくという、そういうね、使い方をしたいんですよね。で、7000の時ももちろんやってまして、7000の時はですね、ニコンの一応純製品で、DK17M っていうね、マグニファイヤーがあったんですけど、その DK17M っていうのは実はちょっとサイズが合わへんのですよ。7000につけようと思えば、ちょっと加工せなあかんということでね、前回私加工しました。で、今どうしてんのと言うたら、もうね、この700についてるんですよ。ね、フルサイズの700の方に個ついてます。もうこれがね、正規品なんですよ。で、私これがつかへんから7000の時は、ここのね、部材とかを削ったりしてね、一生懸命つけたね、動画もありますので、もし気になる方はそっちチェックしてみてください。まあまあ、削ってね、ボンドで貼っつけたんですけど、まあなんとかね、うまいこといきましたので、それで使ってたんですけど、今回またその削るっていうのがなんかちょっと寂しいなと思ってね、探してたんですよ。で、普通のマグニファイヤーっていうのはですね、倍率が 1.4 倍とか 1.2 倍とかって決まってるんですけど、実はこれがね、可変式なんですよ。なんでもね、なんでも可変にしたらええってもんじゃないんやけど、可変式のやつを見つけてね、これはね、7000の時、私が買った時、去年ですよね、にはなかったんですよ。で、1年後に今出てきて、まあこれ、出てきたのか、まあ再販されたのか、ちょっとね、わかりませんけど、ちょっとひっくり返ってましたね。わかりませんけど、可変式なんですよ。で、その可変の倍率がですね、ここに書いてます。1.08 から 1.6 倍っていうね、そういう間で可変する、そういうマグニファイヤーでございます。ちょっと開けてみたいと思います。商品名がですね、ズームビューファインダーと言いまして、ここに倍率が書いてます。1.08 から 1.6 倍。ね。なってます。ちょっと開けてみましょう。おー、結構いい感じで入ってますね。あ、こんなんやと思ってなかったな。だいたいこういう商品ってね、袋詰めされてポンポン掘り込んであるんですけど、あ、なかなか、あ、作り込まれてるじゃん。包装は綺麗。あ、おいおいおい、包装は綺麗ですねって言いながら、こう、あ、出てきましたよ、これ。これ皆さんご存知ですよね。ファインダーですよね。ファインダーのこのカバー。周りのね。要はこう丸型に変えるこういうね、アタッチメントなんですけど、めっちゃあるでしょ。ね。めっちゃあります。これだけの種類のカメラが使えるんですよね。それと、接眼目当てがね、2種類入ってます。これ嬉しいですね。あんまり調べんと買ったんですけど、こんな風になってたよなと思って。メガネの人でもこうね、使いやすいようなこういうワイドの感じですね。まあ光も遮断できる、こういう感じと、あと、ちっちゃい丸ですね。これいいですね。私、こっち使いたいなと思うんですけど、かっこいいですね。はい。そして、本体がこれですわ。これ。あー、ちゃんとね、こう、前後にキャップがついてます。で、ちょっと、まあ、開けるとね。おー、いい感じっすよ。あ、このね、キャップもね、ちょっとプラスチックの柔らかい感じの、そういうキャップになってまして、で、本体はね、プラスチックかと思いきや、鉄製ですね。おー、来ましたよ。これいい感じちゃいます？こういう、これ、これ、これ。はい、こういう、こういう感じですね。ピント合うかな？ズームビューファインダー 1.08 から 1.6 倍って書いてます。
これがね、可変するんですよ。可変はね、これね、回すんやね。こういう感じで、回して倍率を変えるんですけど、まあ、そんなにしょっちゅう倍率変えたりしんひんが多分あれでしょうね。どっか一箇所来るんでしょうね。真ん中 1.6 か真ん中の 1.3 ぐらいかな。か、まあその辺で決めていくだと思うんですけど。で、こちらと組み合わせてですね、取り付けするよということですね。いい感じですね。早速ちょっと7100につけてみましょう。ちょっと近すぎますけどね。せっかくマクロ撮影してますので、これでいきましょう。どれかな、どれかな。あ、これちゃうわ。これまず外さなかったですね。初めについたやつを外したら、こういう感じになってますね。はい。そして、これ。一つ目失敗ですね。二つ目、ちょっと私の勘でいきましょうか。これかなと思うやつをね。あ、これこれ。絶対これ。あれ？あれ？あれ？二つ目アウト。あ、これや。これこれこれ。あ、来ました。ほら来た。三つ目や。ほら来たで。はい、はまりました。ちなみにこいつ自体はね、プラスチックですね。プラスチック。で、本体が鉄なんで、こう無理やり何遍もねじってしまうと、多分パキって割れますのでね、注意しましょう。危ない危ない危ない、入りましたよ。こういうことになるんでね、こう、はめて、最後まで、あ、そうそうそう。まだ、まだですよ。これは。で、最後まで行ったら、無理せずに、あとこう、ロック、後ろの、一番後ろのこの、これだけをね、ぎゅーっと回していって、ね、これロックって書いてますのでね、これグーってこれ締め上げると、はい、これつきました。 OK でございますね。とりあえずあのね、のまず覗いてみたいんですよ。ほんまに 1.6 倍いけるのかっていうのね、覗いてみましょう。はい、ちょっと私映ってますかね。ちょっと背景汚いですけど置いときまして、ちょっと覗いてみたいと思います。おー、いい感じですよ。これなんや、これ何倍やとや。あ、これ一番倍率低いやつかな。あ、倍率低いやつですね。一番倍率低くで、まずピントをね、合わせます。目視&フォーカスエイドで合わしといてきました。合わしといて、そして、マグニファイヤーを回していくと、ピントがずれないかを確認したいと思います。ずーっと、ずーっと。あ、来ましたよ、来ましたよ。これ半分以上いってきましたね。1.4 ぐらい来てるのかな、今。はい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 、あれ、はいはい、あれあれ、はいはい、戻します。またこの辺、この辺から、はい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 、なるほどね。ああ、なるほどね。ああ、ああ、ね、なるほど、よくわかりましたね、よくわかりました。はい、ということで、ご覧いただきました。結果発表をまずしましょうかね。ずれております。全部ずれてないですね。ややこしいんですけど、先見てもらったやつね、あの、言葉聞いてたらわかると思うんですけど、1.08 から 1.6 なんですけど、1.4 倍ぐらいまでは、なんとか大丈夫。で、そこを超えると、急にね、ピントがグワンとね、合わなくなるんですよ。なので、あの、高倍率は使えませんね、ということでございました。で、その高倍率はどうしても使いたければ、例えばですけどね、もう高倍率と合わせてしまって、で、視度調整を入れてしまえればね、もしかしたら合うかもしれません。そこまでやってないですけど、まあ、そういう使い方もいいかもしれませんね。コストパフォーマンスというね、面で考えれば、まあ安くてね、いい商品じゃないかと思います。で、こういうね、いろんなアタッチメントがついてて、いろんなカメラ使えるのと、それで、さっきのね、この接眼目当てがね、まあ2種類あるんですよね。で、本体があってするんで、まあこの辺を考えると安いんちゃうかなと思いますね。十分楽しめる、商品になってます。フォーカシングスクリーンのね、紹介をしようと思ってましたが、先にこうマグニファイヤーが届きましたのでね、紹介しました。で、次はこそは、入れ替え作業のまた動画を撮りたいなと思うんですけど、あの、年末迫ってきましたよね。もう年末やから、もしかしたら違う動画にしてしまって、今年の最後にするかもしれませんけど、ちょっとまだ考えておりませんけど、まあそういう感じで、あと残りね、何週間、2週間ぐらいになりましたね。はい。皆さんも、やり残したことないように、そしてね、クリスマスが迫ってますので、
クリスマスを楽しく過ごしていただいて、で、飯の食いすぎとね、酒の飲みすぎは注意してくださいよ。もうそこだけ私はね、今注意しますので。はい。中年の方、注意してください。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。